がグアムの何観光地タムです。ここいっぱい、ホテル街っていう観光地の人がここで買い物とか、食べたり泊まったりするんですけど、やっぱり観光客の方たちが来ていないのでとっても静かです。本当に誰もいません。人がいないので、人がいなく明るいから草の散歩を安心してできます。皆さんこんにちは。アーセンの試合が終わって、何日か経ったわけなんですけど、とりあえず日本に少し残るそうで、いろいろジムのことだったり自分の練習環境、いろいろこの先のことを見つめ直すということで、グアムにはしばらく帰ってこないと。それを聞いてから母はショックです。アーセンが13の頃から、ハンガリーに留学して、単身で留学して、でもうずっとですね、8年かな、別々に暮らしてきて、私が、MMA を始めて、沖縄で一緒にトレーニングしたり、グアムに拠点を移して一緒に住むようになったり、なんか今までこう離れてたその時間を取り戻してるような感じで、母はすごく嬉しかったのですが、なぜかというと今まで13でアーセンを手放してしまった自分、すごい後悔したっていうか、アーセンにとってはいいことだったんだけど、母親としてはすごく寂しくて、だからすごく嬉しくて、一緒に暮らした時間が、でそういう、でこの試合終わってから、また別々に暮らすとなって、母は非常に寂しい。でも汗のためだしな。試合後、試合終わってからなんか毎日涙ぐんでるような、こんなんじゃいけないのに、母は強いんですぐ立ち直ると思いますけど、やっぱりアーセンと一緒にまた暮らしたいなと、練習後またふと思い、自分で撮ってみました。本当に寂しいけど、これ慣れないとな。